皆さん、いつもご視聴いただきありがとうございます。ハイビー編集部の本田です。今日はですね、プロジェクターの取材で、はい、牛尾春夫先生にお越しいただきました。ありがとうございます。お越しいただいて、はい。で、今日は何を取材したかと言いますと、この2つですね。ビクターのから出た新しい 4K プロジェクターのビクター V50 というモデルですね、はい。それと比較のために、こちらの V70R を視聴しました、はい。これについて簡単にインプレッションなどを牛尾先生にお話しいただこうと思います。週刊ハイビーの視聴者の皆さん、こんにちは、はい、牛尾春夫です。今本田さんからね、紹介のあった、今日はビクターの最新プロジェクター DLA-V50 を視聴しました。昨年ビクターは DLA-V90R、80R、70R という上位3モデルをリリースして、まあ、驚く 8K E シフトと、それにさらにレーザー光源というね、素晴らしい、アイテムを加えて、3モデル強力なラインナップをリリースしたんですけど、まあ、年が明けてからなんと DLA-V5 もですね、 V50 にリニューアルされて発表されました。まあ、3月にね発売になるってことなんで、まあ、その発売前に、視聴させていただきましたけども、まあ、上位3モデルは 8K 入力とレーザー光源というのが非常にセールスフィーチャーになってるんですが、まあ、V50 はその 8K 入力と、レーザー光源というのを外して、よりホームシアターユーザーの皆さん、エントリークラスのユーザーの皆さんに、まあ、買い求めやすいというかね、手にしやすい価格に、ね、まあ、まとめられているという、はい。前作の DLA-V5 よりですね、 V50 の方がね、値段が若干下がってます。すごい不思議なことですね。最近、はい、物価高でもみんな大変なのにっていう。そうですね、あれですね、 JVC の、DLA-V5 というモデルがね、それは昨年のモデル、昨年というか前作がそうです。はい、で今回ブランド変わって、まあ、ビクターシリーズということで、まあ、ブランドは変わったけど、まあ、内容的には同じなんで、はい、そのビクターブランドになっての V50 ということなんですけど、はい。まあ、そのさっき話したように、入力がないのとレーザー光源じゃない部分を除けば、はい、なんとこれは 0.69 型のですね、フルサイズの 4K のパネルを使った 4K プロジェクター、まあ、なかなかネイティブの 4K のパネルを使ったプロジェクターってないんです。まあ、本当注目していいと思います。はい。で光源は水銀ランプなんですけど、まあ、水銀ランプがねレーザー光源にと比べてその違いが今いろいろあると思うんですけど、こうユーレスって僕はないと思うんで、まあ、そのいいところを引っ張り出して作ったのが V50 っていうことになると思います。はいはい。V50 が80万円、はいはい。でさっきちょっとだけ話しましたけど、 V5 の方が82万5千円だったかな。あ、 JVC での、 JVC ブランド全モデルっていう、ね、全モデル、はい。じゃちょっと、ね、下がってるって、ね、ちょっと下がってる、まあ、価格差40万円がねありますので、すごいです。その40万の差は多分、はいはい、だから、まあ、コストパフォーマンスでも求めるか、まあ、もうちょっとでもいい画質ってことになると、まあ、V70R かもしれませんが、ね、まあ、ここはね読者的には悩む部分ではないかなと思います。別の製品変えちゃいますからね、40万円まあまあ確かに、ね、全然ねV50 いい絵が出てます。はい、はいはい、あ、分かりました。まあ、だからなかなかそういう優先順位でなんか選べるねモデルだと、うん、はい、思いますね。はい。まあ、今までね3モデルラインナップだったのが今回4モデルラインナップになって80が入ってるから、ね、はい。まあ、50はその分もう少しこうエントリークラスの人に向けて作った製品と言ってもいいかなと思いますね。今回試乗してみて、まあ、すごい V5 から細かい部分をリニューアルして作り上げた製品なんですけども、まあ、コントラストレンジも上がってるし、まあ、SN 感もいいし、見てね、まあ、4K らしい映像が堪能できる、まあ、8K E シフトなんてありませんけども、
ここにね、今日は比較のために V70R をご覧なさいよって言われましたご覧になりましたけどね。 8KE シフトが2方向、 8KE シフト X だと4方向ですけど、そうそうそう、1シフトが2方向でずらして8K 解像度を得られるという、はい、まあ、そのあたりは、はい、アイビーの本誌をご覧になっていただければ分かると思いますけども、まあ、そういった技術が入った製品と比較してみると、まあ、確かにね、細かい部分を言えば、まあ、V70R のがいいな、ここがいいなってところがあるけども、はい、対極的に見てね、 V50 もね、はい、全然引けを取ってないっていうか、はい、良かったです、はい、まあ、4K らしいですね、ネイティブ 4K らしい、ネイティブ画質だし、はい、本当に素直というか、見てて疲れないとか飽きないっていうか、まあ、若干スクリーンによってね、調整していただければもっとこの本来のパフォーマンスが出てくるので、まあ、買ってポンと置いてもらってもいい絵が出るんですが、まあ、少しだけ、一つ二つ調整してもらうと、はいはい、そういう使いこなしの妙っていうのが、はい、この原稿では書いていただけるということで、まあ、そういう部分は、はい、ハイビー4月号で詳しく触れておりますので、はい、ぜひ本誌の方もご覧になってください、はい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 、では今回はこれまでです、はい、吉田さん、はい、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、では失礼します。